闇営業問題で謹慎中の芸人11人の処分を19日で解除すると吉本興業が発表しました弊社所属のレーザーラモン HG ガリット中福島吉成熊田正史ザ・パンチ・パンチ浜崎天津木村拓弘ムーディー勝山スリムクラブストロベビー・ディエゴ2700の11名は 6月24日付で謹慎処分としておりましたが8月19日をもって謹慎処分を解き順次、弊社運営の劇場にて仕事へ復帰することといたしましたので報告させていただきます11名は謹慎処分以降それぞれが今回の件を重大な問題として捉え猛省し7月末からは自らの意思により社会貢献活動を行ってまいりました 11名は活動再開後も被害防止のための啓蒙活動などの社会貢献活動を行っていく所存です弊社としましてはこうした状況を勘案し活動再開時期に関して関係各所と相談の上で上記判断をいたしました関係各位ファンの皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫びするとともに 二度とこのような事態が起こらないよう全社一丸となってコンプライアンス遵守の一層の強化・徹底を図ってまいります。